フランチェスコ・カバッリは、イタリア・バロック音楽の作曲家。本名は、ピエトル・フランチェスコ・カレッティ・ブルーニであったが、被護者のベネツィア貴族にちなんでカバッリとして知られるようになった。ロンバルディアのクレーマに生まれる。1616 16年に、ベネツィア聖マルコ大寺院の聖歌隊に加わり、1639年には、同寺院の第二オルガン奏者。 1665年には第一オルガン奏者となり、1668年から同時委員の学長に就任した。しかしながら、現在カバンリはもっぱらオペラ作曲家として記憶されている。1639年に最初の歌劇を作曲。まもなくオペラ作曲家として非常に名声を博するようになり、1660年には歌劇セルセ・ジルスの制作のために、 パリに招集された。1662年にはパリを再放し、ルイ14世の成婚記念のために、恋するヘラクレス・エルコレ・アマンテをルーブルグで上演した。カバッリは17世紀半ばのベネツィアにおいて、公設化劇場という形態が進行する上で、最も影響力のある作曲家だった。宮廷楽団の祭事のために作曲された、モンテベルディの初期のオペラとは違って、 カバッティの歌劇は、公設歌劇場の限界にかなうように、弦楽合奏と通奏低音からなる小さなオーケストラが利用されている。カバッティは、戦術の美しいアリアを楽曲に取り入れ、人気のあるパターンを台本に取り入れた。カバッティの歌劇は、性格的に誇張され、当時ならではの馬鹿げたところがいくつかあるが、劇的な効果や、音楽の非常な流霊さ、 18世紀までのイタリアオペラに特徴的なグロデスクなユーモアといった点に強烈な感覚が際立っている。カバッリの歌劇は17世紀の初頭から後半までベネツィアにおいて歌劇というジャンルの音楽的発展に一人で絶えず関わり続けた作曲家という唯一の例を提供している。その他の作曲家は若干数のオペラが生き残っているに過ぎない。 その発展は研究者にはとりわけ興味深い。というのも歌劇は、カバッリが作曲を始めた時期にはまだ新しい表現媒体であり、彼の生涯の終わりにかけて人気のある出し物として成熟したからである。カバッリが作曲した33の歌劇のうち27曲が、ベネツヤ国立聖マルコ図書館に保管されて現存する。いくつかの歌劇の写本は、その他の地域で現存する。 その他に、カバッリ作曲と言われる9点の歌劇があるものの、音楽が失われていて、そのような推定を立証することはできない。歌劇の他に、ベネツィア学派伝統の複合小様式によって、マニフィカとをいくつか作曲したほか、聖母、マリアのアンティフォーナなどの宗教曲がある。宗教曲はより保守的な17世紀初頭の様式で、作曲されている。気楽曲もある。 ありがとうございます。